はい、こんにちは、霊視研究家ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。こんにちは。今日はね、タラオ処刑所また来ました。今日はね、一人でちょっと回らなかなと思っております。今からそのタラオ処刑場に行きたいと思います。では皆さん行きましょう。はい、やっと今着きました。徳川家康のね、伊賀のなんとかちゃん、まあここから 100m 歩いていきましょう。ここにね、今回はね来たのは、ごめんなさい、今チリンチリンって言ってるのはこれです。熊よけとして今鈴をつけています。今日来たのはどっかの動画で、奥行くと鉄の門がやばいって言っておりましたもので、今日はそこへ行ってみたいと思います。僕もね、全然分からずにただただ来てみただけですから何とも言えません。まあちょっと行ってみましょう。ただ何が怖いかって、熊が怖い。ああ、やっぱこの辺からね、やっぱ空気が変わってくるんだね。ここは相変わらず、ね、もっとチリンチリンならんさなのかんかな。まあ意外と涼しいですね。今日は30度あるけど、まあここは体感では25度ぐらいかな。思ったよりか涼しいとこです。ではね、ね、進んでみたいと思います、ね、相変わらず不気味なとこです、ここは。本当に、車で入れるような場所なんですけどね。なんか一人でいると、なんか一人で喋らないから、はい、ここがね、いつも僕らが動画を見せている、お墓ですね、太郎処刑所のね、それをちょっと越えて行きたいと思います。ではちょっと進んでみましょう。本当にその鉄の門があるかないかね、いい景色なんですよ。越えてみると本当手入れされた森っていうね、いい森なんですよ、ね、ここはタラオ処刑所です。笹があるとこって結構ね、熊が多いって言うし、なんか動物が降りていった跡があるんだよな。いやな、だから夜来たくないんですよ僕。動物が嫌いで、夜がどうしても苦手でね、来てみたんですけど、それほど変な霊気も感じないですね。まあ結構こうやって見ると車が入った跡とか、まあ木が手入れされてるって感じですかね。こういうものが散乱してるっていう感じかな、ね。ではちょっと進んでみましょう。とりあえず、いやー、こうやってね、一人でいるのもね、初めてだし、無意がいないっていうのもね、寂しいもんですね。一人で喋りながらカメラを持ってるとただのアホって感じ。ウグイスがいい鳴き声です。あ、なんかこぼれみ、こもれび、ね、とても綺麗なこもれび、綺麗な、あったかそうな、いい感じ、初夏ですよね。こうやって見ると
うわ、ぐちゃぐちゃだ、嫌だな。俺の一番嫌いなぐちゃぐちゃ。本当に手入れされた、綺麗な。本当山ですね、すごい。初めてこんな方まで来た。多分これは鉄の盆は多分私有地かなんかが管理された、木を管理してるもんだと思うんですけどね。え、なんか延々続きそう、やだっぽいって感じ。はい、ではね、今もねちょっとね進んでるんですけど、虫が多い、虫が多いんですよ。もうねこうやってます、こうやって歩いてるんですけど、歩いてます。さて、どこまで続くやら。うわ、絶対無理。めんどくさくなってきた、歩くのが。虫の攻撃が広いですね。これか、鉄の門って。なるほどね。なるほど、なるほど。鉄門がありました。確かに。確かにここにね、あるけど、まあこれは別にやばいってことじゃないですね。こんな感じかな。こんな感じにあります。ここは多分、管理された関係者以外立ち入り禁止ですね。まあ他に何っていうこともなく、ただのまあ管理されてる、入っちゃいけない場所なんでしょうね。ずーっと柵がある。うわ、動物臭いね。やばいとは書いてあったけど、まあ霊気が感じるかって言ったら別に感じない。ここでしたね。無意だったら絶対上がるな、こんな虫だらけ。もう何にもない、ただの本当にね咲くだけですね。そういうことですか。まあでもね、こう言ってね、今ずっともう心霊スポットを回って5年になりますがね、いろんな視聴者さんからもいろいろな席コメントがもらえて、本当に今こうやって育っております、と皆さんのおかげです。でもこうやって僕もこうやって霊感があるとか言っておりますけど、まだまだ未熟でね、なかなかいいみんなが、みんなが褒めてくれるものっていうものはなかなか取れてませんが、ね、これからも一歩一歩努力しながら進んでいきたいと思っております。もうね、僕の目では本当に嫌なこと、いろんなことが目に見えたり、むしろ助けられたこともあるし、これで悔やんだこともあるし、ね、いろいろこうやって人生を歩んできましたが、こうやって堂々と霊感があるって言えるのはこのカメラの前で話せるのが何よりの、僕はほっとしてるっていうか心が落ち着きますね。そしてそれにね、同感してくれる方々がいるっていうことが、僕は良かったなと、こういう動画に出て良かったななんて思ってはいます。
はい、本当に何ちゅうのかな、高校の時に地下鉄に乗ってったら、膝の上に膝、座ってる女性の上に誰かが座ってるっていう奇妙なね画像が映って、あれ何って見てたら、僕はなんと痴漢呼ばわりされてしまいました。私を見てるって、足を見てるとかね。それでね、いや幽霊が座ってたものでそれを見てただけですって言っても誰も信用してもらえませんでしたね、高校時代で。結局怒られてね、今後一切見ないっていうようにはしてたんですけど、そういうこともまあよくありましたね。あとはね、歩いてるとなんかこの人1時間後には命がなくなりそうな影が見えたから、その人のね、その人に肩を叩いて、あなた今死のうと思ってますか、なんて声かけてねしたこともありますね。それをその人は今やまだ頑張って生きてはくれてますね。たまに連絡は来てくれますね。まああとは嫌なことといえば、まあこんなことを言っても誰も信じないっていうのが、まあこういう能力者の持ってる人たちだけじゃないですかね、思うのは。好きで持ったわけでもなくね、そうやって考えると今が一番楽しい時期なのかな、僕にとっては。いろいろ人生を振り返ってみるとね、どうも、これで太郎処刑場の、気になるもんっていうものをちょっと、見てきましたが、まあ昼間ですからね、まだ3時そこそこ、4時ぐらいかな今。なんともなくごく普通のもんやばいって思った感じはなかったです。普通の管理捨てられてたもんって感じでしたね。はい、皆さんにもどう感じたか、取られたか、皆さんもご自由に考えてくださいね。さあでは皆さん、これもね、じいちゃんじゃねえや霊視研究家ムイ&カッチャンネルね、どこまで続くか分かりませんがね、これからもバン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 と一人でも行きますから、今日はね、もう一個ね、撮影しに行きたいとこがありますもんね、そっちも行きたいなと思っております。はい、あ涼しい、気持ちいいねここ。だから皆さんもまたね、楽しみにしてください。では失礼します。